はい、どうも皆さん、こんにちは。ひろあきです。さきなです。今日なんですけど、大阪グランプリっていうのが、まあ、これが上がってる次の日、多分日曜日にあると思うんですけど、まあ、それに僕たち、出場するということで、まあ、日本、まあ、代表を決める、まあ、選考会の、まあ、競技の一つなので、日本代表をしっかり取れるように頑張りたいなっていうふうに思ってます。久しぶりのね、グランプリ。そうだね。今年初めて、初グランプリなので、まあ、その前にも九州の長崎の方で大会があったんですけど、まあ、グランプリ戦って結構大きめの大会は、初めてなので、今年入って。なんで結構気を引き締めてね、トレーニングとかもやってきたんで、まあ、頑張って、全力出し尽くせればいいかなっていうふうに思ってます。ソロダンスがね、グランプリ戦はあるので、今回も、今年も、ワルツとタンゴがソロダンスになるので、そこに集中してね。集中して。去年と同じように、まあ、そこに、そのソロダンスに特に集中して、頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。まあね、衣装の方にもね、まあ衣装も新しくなるので、そこの辺も、ぜひ注目していただければなっていうふうに思います。今日はこんな感じになります。ありがとうございました。